ライオアトゥルー。もういくつ寝るとお正月。どうもトイです。どうもトイです。あ、はい。まあ2021年も残りあと1ヶ月になりましたね。あ、もう早いね。でもこの時期になったら都市伝説好きの皆さんだったらね、あの本が出るの。都市伝説好きって何？あ、都市伝説好きの皆さんだったら、うん、あの本注目してる時期じゃないですか。分かっちゃった。なんすか？ワンピースの101巻ですよ。いや、まあ都市伝説好きちゃうのよ。それ小屋ティーチャンネルの人たちが楽しみにしてる本なのよ。違う。何かエコノミスト誌。現代の予言書と言っても過言じゃないでしょう。これ中身よりもさ、表紙の方が注目されるよね。 いやそうよ。もうこれアナンド君かエコノミストか言われるぐらい今騒がれてるわけなんですけど、これなぜ予言書なのかと言われると、今言われた表紙、これが未来で起きることの予言だっていうことでかなり話題になってるんですよね、うん。まあ、未来というか来年のことを予測してるんじゃないかって言われてるな。そうそう、うん。でも都市伝説好きの人たちだけじゃなくて、この表紙を参考に来年の事業を考える企業とかも実はあるそうで、これが特に話題になったのが2019年末に出版された The World in 2020みたいなやつ。2020。かっこつけて言うから。それがこちら。はい、この前声書いてるわけなんですけど、これ。視力検査やみたいな、はい、視力検査みたいな表なんですけど、はい、これ何かというと意味のある単語なんですよ。こちら見てください、うん、トランプイグジット、うん、トランプが出ていくみたいなことが言われとるわけなんですけども、はい、これですね、当時は2019年の段階なんで、トランプがまだ大統領におった時なんですよ ね、うん、ね。で2020年にトランプが大統領じゃなくなるよっていうことを暗示していた表紙なんですよ。実際その通りにトランプさんは負けて、今現在バイデン大統領が誕生したわけじゃないですか、うん、でかなり話題になったわけなんですけど、実はこのエコノミスト誌っていうのは、うん、結構由緒ある雑誌で、1843年イギリスで創刊された時がずっと続いてる雑誌なんですよね。え、1800年代からはいあります。え、すごっ。でも不思議に思いませんか、うん、なんでこんな正確な未来予言できるんだとか、うん、なんでこんなに影響力のある雑誌になったんだとか、うん、これ実はエコノミストの株主に関係してるんですよね。誰が関係してるの？それがロスチャイルド。出た。ロスチャイルドファミリーがエコノミストの株主なんすわ、うん。あ、そうなの。はい。でロスチャイルド家以外にもイギリスの名だたる財閥が株主がいる雑誌になってるんですよね。で、まあ、多大な影響力を、まあ、もうそういう意味でも持ってるっていうわけなんですよ。で実際、まあ、そのため予言書というよりかは、まあ、正直支配者層が都合よく自分たちのプランを進めるための計画書なんじゃないのかというような噂というか都市伝説もあったりするんですよね。でそんなエコノミスト2020年最新版の表紙が実は公開されました。それがこちらです。まだ見てないよな。あ、こういうのな、実写な。そうです。去年スロットみたいなやつだったよ。そうそう、今年は結構実写な感じで、おしゃれよね。うん、なんかピザの切ってるわみたいな感じの表紙。ピザですかこれ。でもザ・ワールド・アヘッド2022なわけなんですけど、うんうん、なんか気づきません？日本国旗みたいな感じ見えるね。あー、まあまあまあ、それは後で触れますよ。それよりも注目してほしいのはアヘッドの部分なんですよ。何何？今までさっきのタイトル覚えてます？さっきのタイトルはザ・ワールド・イン2020。あ、そう、アヘッドが、まあ、つまり2022年の先ということが、うん、まあ、書かれてるんですよね。ここがもうすごい大きなタイトルの変更点なんですよ。ほんまや、変わってる。実際2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年はインだったのが、うん、ここに来てアヘッド、つまりタイトルが変わるということは、うん、大きく歴史が動いていくんじゃないのかと、うん、いうことが今言われてるんですよね、うんうん。で、まあ、こっからまあ僕この表紙とか見て、まあ、思ったんですけど、やっぱり来年以降大きく世界情勢が動いていくんじゃないのかなと。で実際この表紙見てほしいんですけど、うん、この表紙見た時にこの習近平国家主席の近くにレーダーチャートみたいなの書かれとって、ほんまや、で一回暴落した後に上がっていくよっていう、うん、これ中国の未来なんかな、うん。で一方バイデンさんの方は横ばいの後暴落するよみたいなことが書かれてると。でその他にもこの目立つところで言うと、風力発電のマークのところに仮想通貨のイーサリアムのマークとか、ほんまや、カルダのコインのマーク、ほんまや、あえてビットコインじゃないっていうのが、仮想通貨ない。いや、そうなんですよ。この辺がかなり2022年以降の先を、まあ、表してるんじゃないのかなってことが、まあ、言われてるんですよね。実はこのタイトル変更っていうのは、エコノミストシリーズの雑誌の中では36年目のわけなんですけども、その初の変更ということなんで、まあ、そういう意味でもかなり区切りとなってるんじゃないのかなと。なるほどね。そして、まあ、この世界を支配する一手っていうことなんですけども、The World in 2021の時にはどういった表紙だったかって皆さん覚えてます？あの、スロットでしょ？そう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 。まあ、この
風力発電、山火事を示すイラストが描かれてて、環境問題に対しての暗示がされとったわけなんですが、22年はよりもうこの環境問題がね、さっきの仮想通貨の近くに描かれとるわけなんですよ。でさらに、まあ、近年この環境問題については実際ね SDGs とか、まあ、言葉もすごい流行るようになってきて、そうね、地球に優しい世界を作っていこうぜみたいなのがね、割と共通のテーマみたいになってるわけじゃないですか。だから、まあ、中国とかアメリカをはじめ世界では風力発電が注目されてるんですよね。で実際に中国で2019年から2020年にかけて新しく増設された風力発電、それ2019年の 2.78 倍になってるんですよ。あ、そう。でアメリカ、これバイデンさんもこっから10年で風力発電設備を大幅に増やしていくよって言ってるんですよね。あ、そう。じゃなぜここまで世界そしてエコノミスト誌が風力発電を描くまでに、ね、この注目するようになったのかっていう話なんですけど、なんか意外よね、原子力をってなんか群れに推し進めるわけじゃなくて風力発電ちゃんとするというね、なんかクリーンな感じするじゃないですか、うん、でもね違うんですよ皆さん、この裏には覇権争いがあるんです。何、こんなもう石油王ねって言葉があるぐらいエネルギーの覇権取ったらもう優勝なんですよ。これまで主なエネルギー源されていた石油っていうのは、うん、もうねあと50年ぐらいでなくなるって言われてるんですよね、資源的に。で実際これまで石油を支配していたロックフェラー家、うん、もうこの世界的に強力な力を持っとるわけじゃないですか、うん、でこの新しいエネルギーの覇権を持つことができれば、うん、ロッシャイド、ロックフェラーに並ぶ第3の家が誕生する可能性があるんですよ。家、第3の家って何するの。いやまだ新しいやつら第三勢力、はい、まあ、ロッシャイド、ロックフェラー次来たから、まあ、ロミルドナスとか、はロミルドナス家みたいな、ロミルドナス家、はい、何なんですかロミルドナス家いや分からんけどそういう家が誕生するかもしらんから、みんなこのエネルギー派遣で風力発電に必死になっとるわけなんよ。なるほどね。だからまあ別に環境のこととか考えてるとかそういうことじゃないっていうことが可能性としてあるんじゃないのかなっていうことが言われてるんですよね、うんうん、でね、じゃあここまで来たら日本関係ないんちゃうのと思うけど、うん、実は日本ね、やばいんよ。なんで日本沈没します。え、ドラマの話しちゃうよ。最近流行ってるよねドラマね。流行ってますね、うん、2022年の顔としてアメリカのバイデン大統領と習近平が書かれてますけども、うん、さっき小池さんも言ったように、これどことなく日本の旗のようにも見えるわけじゃないですか。そう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 。でここでまだ注目してほしいのは、うん、まず大きく書かれてるバイデン大統領と習近平国家主席、うん、この二人間違いなく今の世界の中心と言っても過言じゃないでしょ。そうだね。しかし二人が対立する位置で書かれているっていうのはやっぱり関係悪化の方向になっていくんじゃないのかなと、うん、そしてこの今回表紙の赤い枠の中に描かれているもの、これ見えますかね、この丸い枠。何これ。ブルーのとこやんな。はい。何これ何かに見えませんか、うん、この丸って。何あ、スナイプ。狙われてるところ。そう。へぇー。赤い周一ってことですよ。え、まあ、つまりこの表紙によって描かれてるのは戦争の開始、そういうことが描かれてるんじゃないのか。戦う中国とアメリカ。はい、これどういうことかというと、中国って今台湾を支配して中国と台湾を統一しようとしてるってことをまあ言ってるんですよ。はいはい。実際この習近平さんは2021年7月、まあ、4ヶ月前ですね、中国共産党100周年記念式典の中で台湾問題を解決し祖国の完全な統一を実現することは共産党の歴史的任務だというような発言をされてるんです。なるほど。でさらにいかなる台湾独立の企みも断固として打ち砕き、民族復興の美しい未来を創造しなければならないっていう思い、割と公共の場、公の場でかなり強くこの台湾に対してやっていくよってことを発言してるわけなんですよね、うんうん、これに対してアメリカはなんて回答してるかというと、中国が台湾を攻めることであれば台湾を守ると、同盟国と共に対応するってことを言ってるんですよ、うんうんうん、つまり日本はアメリカの同盟国なわけなんで、そうだね、もしかしたら日本も戦場に巻き込まれて、だって同盟国でありね、その基地もあるわけだし、そうなん、台湾と近いからね日本は。戦略上、まあ、かなり重要になってくる場所になっちゃうと思うんで、うんうんうん、まあ、もしかしたらこれが引き金となって第3次世界大戦がついに始まってしまうんじゃないのかと。なるほど。で、まあ、前回ですね、インドの天才占い師アビギャ・アナンド君っていう話もしましたけども、うん、まだ出てきたけど、この子もですね2022年3、4月頃に戦争の危機が高まるっていう現象の皆さん覚えてますでしょうか、うん、詳しくはこの動画見てほしいんですけど、うん、もう60万回近く回ってるんで、すごいよね。ありがとうございます、うん、それぐらい世界がやっぱり注目してるんですが、うん、なぜ3月4月と発言しているのか、うん、分かりました。なぜ2022年2月に、うん、実は冬季北京オリンピックがあるんですよ。そうだ、忘れてたけど、もうそんな季節やんか。そう、普段はね、うん、オリンピック冬季ってその夏の2年後やから、うん、来年あるのってなんかおかしな感じするんですけど、そう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 、どちらかというと僕らが延期してただけなんで、うん、普通に北京オリンピックは行われるんですよね、うん、逆を言えばこの北京オリンピックが終わった後が、うん、かなり危険なんじゃないのかなと、うん、
でさらに実はですね、先日11月11日ポッキーの日に習近平国家主席はですね、じゃがりこを購入したという情報が入ってきたんですけど、なんでボケた今。まあ真面目な話すると40年ぶりに歴史決議を採択したんですよ。ちょっと難しいな、どういうこと。歴史決議ってなんやねんっていう感じなんですけど、これ中国共産党が新たな方針を示すための決議のことで、はいはい、ここで決まった全文は発表されない秘密の決議。どういうこと。だからもう何か決めたんやけどそれは言えませんっていう。何それ怖っ。なんで秘密のカードなんですよ、うん、で実際かつては毛沢東国家主席とか鄧小平国家主席とかも歴史決議っていうのをしてるんですよね。かなり力を持った人物が。しかも久しぶりの発令ってこと。そう、すごい。40年ぶり、うん、まあ、というわけでこの習近平国家主席もこれ言ったことはやっぱ新時代が始まっていくんじゃないのかなと、はい、かなり台湾侵略という可能性もあるんじゃないのかな、うん、っていう話なんですが、ここでもう一回この図見てほしいんですよね、はい、この表紙、うん、ここで、まあ、やっぱりこの円の真ん中が赤い丸に見えるわけじゃないですか。そう、これでアメリカ中国の下でバラバラになってるこの赤い丸、これはアメリカと中国が戦争となった場合やはり日本はアメリカ側として中国と戦うことになることを暗示してるんじゃないのかなと、うん、で、まあ、中国の軍事評論集団陸軍陸党という、まあ、人たちがいるんですけど、うん、これは中国内の動画配信サービスで動画を公開している、まあ、YouTuber みたいな人たちなわけなんですよ、はいはい、でその人たちが言うには日本が中国の台湾侵略に参戦した場合は即座に日本への核攻撃を踏み切るという戦略をまとめた動画を公開してるんですよね。そうやろ。まあ、だからまあ軍の関係者が言ってるわけじゃないんですけど、ただこのアカウント噂ですけど実はプロパガンダなんじゃないのかとか。なるほどね。つまりメディアを利用して、そうそう、扇動するというかツールにしてんだ。噂ですよ、本当に都市伝説なんですけど、うんうん、そういう話もあると、うん、で、まあ、中国の公式発表じゃないんですけど、うん、まあ、これはいわゆる日本に対して核攻撃を行う威嚇なんじゃないのかとか。どっちつくねみたいな。そう、うん、でも中国ってやっぱその情報統制が厳しい国のイメージあるじゃないですか、うん、見てるテレビが突然消されるよとか聞くんですけど、そんな中でこのアカウントが生き残ってるのもちょっと怪しいよねっていうのはありますよね、うんうん、で実際このエコノミスト2020年まで書かれてるように日本の将来は2020年以降バラバラになってしまう可能性があるんじゃないのかなっていうのが今回この表紙から受け取れたことですね。うん、なるほど。どうだったでしょうか今日のこのエコノミスト会。めちゃくちゃタイムリーで面白かったね。いやそうですね、まだなんかいろいろ隠されてそうな気もするよね。いやそうなんですよ。実はですねこれね明らかに触れられないというか、顕微鏡とこの風力発電の横に書いてるこのなんかぽいやつ、あぽいウイルス、いやそう、これもうね触れられないんですよね、うん、こういった話を聞きたい人はですね僕たち公式 LINE やってるんですけど、うん、そう、その公式 LINE の方で深掘り動画の方もありますのでまたぜひ見てくださいませ。ここのねこれも意味深やからね、これもね、はい、何とは言われへんけど、うん、こういうこういうやつ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 はい、まあ、というわけでね、まあ、今回は、まあ、予言書エコノミストについて解説しました。はい、ありがとうございます。はい、はい、いつも小屋ちゃん小屋さんをご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、なんとですね12月4日土曜日ですね、僕と花輪さんとでイベントやるんですけども、おお、一緒に出ますよね。あ、出ます。はい、書かれてないんですけどね。そう、今出てますかね。なんか投薬の文字なんですけど来てくれますよね。行きます。はい、ということで小屋キーちゃんの小屋キースタジオとですね、はい、ナイツ花輪さんとのイベントなんですけども、はいはい、豪華じゃないですか。いやすごいっすよね。おー、まあ、僕らでもね、お M1 審査員の方と。だから僕らも次は審査員として呼ばれるんですかね。え、ちょちょちょ、どういうことどういうこと。だからもうマッチャンとかの横に俺らもおるみたいな。じゃあもうやめたほうがいいっすよ。なんとですね、うんうん、小焼きチャンネル、小焼きスタジオのご覧の方に、はい、花輪さんからメッセージが届いてるんですよ。はい、はい、これと一緒にご覧いただきましょう。どうぞ、はい、小焼きさん、東野さん、小屋ちゃんクルーの皆さん、どうもナイツの花輪です。実は12月4日に大井町キュリアンでねライブを行いましてね、小焼きナイツ花輪の裏チャンネルということでチケット販売しておりまして、配信もするということで弟子の東堂がね本当小焼きチャンネルでお世話になっております。よろしくお願いします。まああのワンピースの話はもちろんするとは思うんですけども、それ以外にもこう都市伝説とかね、いろんなちょっとことをやるかもしれませんね。誰が薬物やっているのかみたいな話をちょっと僕なんかもちょっと昨日考えてきまして、まあまあこれで今言っちゃいますけど、青空一歩師匠が試作で作った薬物で頭に育毛剤塗ってるみたいな、そういうあの話がメインになると思いますけどもね、まあぜひぜひ興味ある方はですね、皆さんもチケット買っていただければと思います。12月4日土曜日でございます。ということで小屋木さん、戸谷さん、これからもよろしくお願いします。じゃあ皆さん楽しみにしてください。
はい、ありがとうございました。さすがですよ。いや、青空一歩師匠が一番びっくりしてると思うけどね、今。いや、ね、ヤクルト自分で作ってる。そう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 。まあ、そういうね、芸能界の裏話みたいなのも聞けたりとか。そう、しかもね、僕たち YouTube のことあんま喋らないんですけど、あ、そうですね、 YouTube のことたくさん喋ると思ってるんですよ。え、そうなんすよ。そうそうそう、やっぱそのね、YouTube ってそのね、これ喋っちゃダメだよみたいなのってやっぱりあるじゃないですか。あるあるある。そういうのも喋れるのはこのイベントの良さなんで。そう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 。花輪さんもトークめちゃめちゃお上手やから、めちゃめちゃ引き出されちゃうの、僕たち。いや、そう、勝手に喋っちゃうからね。さ、ダルルルルルルって言っちゃうから。いつもだったらね、こうやってピーッと入ったり壊せなあかんところで喋っちゃうから。お互いの共通のプラットフォームって今 YouTube じゃないですか。そうですね。そう、お笑いのところが主戦場、YouTube、僕たちは言ったらもう YouTube と、で、音楽ともやってますけども、それが全部融合していろんなトークができたらなと思ってますから、ぜひぜひぜひここでしか聞けない話もございますからですね、はい、チケットの方何卒お申し込みください。損させません。はい、 E プラスの方で受け付けておりますので、ぜひ概要欄から見てください。お願いします。お願いします。場所なんですけど、トヤ君どこでしたっけ。キュリアン。え、何何、キュリアン。キュリアン、キュリ売ってるで有名なね。あ、そう、キュリ買いますそれ。なんか大井町か最寄り駅ということで。あ、そうですね、大井町ね。もう大井町に対するコメントは別にないよね、俺ね、ないですか。なんかあったっけね。はい、ぜひお越しくださいませ。お願いします。それじゃあ本日の鳥肌スコアは2022。あ、いや、もう年末なんビビりますね。お前何しよう、ねえ、ね、休みあるん。いや、休みたいけど、格付けとか見たいよ、ゆっくり見たいな。トンネルズのスポーツ用とかあれめちゃくちゃおもろいな。好き、好き好き。はい、じゃあ本日の鳥肌ポイントは、エコノミストの株主ロスチャイルドって知ってた。みんな知らんわ。びっくりだよね。もう持ってない株ないやろ、もうほんまに。そうね、全部の株持ってるやんか、ちょっとずつ。どうですか、弊社イスクシマルドットコムの株も買いませんか。もうなんかもう本当にもうお買い上げいただきまして、はい、僕もトーヤ D ロスチャイルドで名乗るんでよろしくお願いします。トーヤ D なんですよ、 D って。それはもうあのフリーメイソンの D の一族が。あ、なるほど。そうそう、いろいろ強いところと関わってきて。なるほど、なるほど。はい、じゃあそれだろう。はい、死んでしまった後に受賞する賞がこの世には存在してるんです。はい、ダーウィン賞。へえ、知ってますか。ガーナに住む呪術師の男はローションに、まあ、呪術の力を込めて不死身になるローションを開発する。何を思ったのか、呪術師の男性は自分が不死身になったことを証明するために友人に拳銃を渡し、撃ってみろ。もうどうしたのよ。はい、その結果当然のことながら不死身にはなっていなかったわけですから、呪術師の男性は死んでしまいました。はい、2017年にメキシコで自撮りをしていた2人の女性、飛行機のですね、なんとね、翼に撃たれて即死するという事件が起きました。意味が分からへん。どういうことよ。からあのローザー